マシュリーの力及ばず、シュテルとヘレナヒはムラガの手中に落ちる。さらにサーダリーは狡猾であった。シュテルの抱く憎悪を巧みに利用し、実の父であるエルデを撃たせようと画策したのだ。そのシュテルと引き離されたヘレナ、そして第一部隊勇壮は、打ち捨てられたアンビル城へ向かう。かの古城に眠る遺物を手にするためである。一方のモントたちは、村娘ミンウの導きにより極寒の王国ウェズエットを目指す。ウェズエットと合流すれば、以前のディオニスを取り戻せると信じた。しかしラマダは星の不吉なささやきを聞く。月と星は横島な意志により分かたれ、大地より滅びの輝きを呼び覚ますでしょう。この村は思う存分暴れてこい。どういうことだ。この村の者どもはあの汚らわしきエルデに心酔している。そのような者どもをお前は許しておけるのか。効果てきめんだな。いいのか。何がだ。聞こえないとは言わせないぜ。村人どもの悲鳴だよ。あのリオニスのお坊ちゃま、もう後戻りはできないぜ。それが俺の狙いだ。この先に洞窟があるはずです。おお、洞窟か。そこで少し休息を取りましょう。ねえミム、近くに川は流れてないかな。水を汲んできたいんだ。でしたらこの道を降りて行ってください。僕は水を汲んできます。父上、先に洞窟へ。わかった。早く戻れ。リリシュ。うん、フェネスの兵士だね。確かこの辺りだな。ああ、洞窟を探せ。奴らはそこにいる。どういうことだ。奴らは洞窟のことを知っていた。嫌な予感がするね。すぐに父上たちに報告しよう。
どんなやつか楽しみだな。総員戦闘開始。敵を殲滅するのだ。Thank you.